テント大好きテントバカ尾上雄一郎です。今回はポップアップテントをですね4つ紹介したいと思います。この中にはまだ動画で上げてないですね、テントもあるんで、ぜひともですねご覧ください。それでは張っていきましょう。こちらのテントはケシュアの2セコンド2ですね。ケシュアのテントの中でも比較的小さい部類になります。で開けるときはもうファスナーをですね開けて、まあ、ファスナーの動きもいいです。で取り出してまあ、収納袋はこういう感じで、背中に背負えたりできます。まあ、亀仙人スタイルですね、いわゆる。であとは、まあ、こういう説明書がきちんとついてたり、ペグは、まあ、ケシュアですね、だいたいこういう、袋に縫い付けされてる袋に入ってます。ペグはだいたいこういう感じのペグが多いですね、ケシュアは、このポップアップテントは特にですね、先が尖ってないタイプが多いです。8本入ってます。まあ本体なんですけど、まずこの黄色のバンドですね、この黄色のバンドを緩めて外します。そうするとですね一気にボンって広がるんで、ちょっとこの点注意ですね、怪我しないように。でその後こちらの黄色のバックルを2つ外して、で反対側の赤のバックルを2つ外します。これで広げればですね OK ですね。ケシュアでよく宣伝されてる投げれば設営できるってやつはですね無理です。はい、投げても開きませんので、この点注意ですね。はい、ちょっと広げないと無理です。ただですねあっという間に設営できます。やっぱ早いですね、ケシュアは本当に早いです。まあ、ケシュアのテントの特徴はですね、まあ、完全自立型ということですね。ただしペグダウンしないとお尻がこのように浮きます。ですので、まあ、コンクリートとかペグダウンできないところで設営する場合は、まあ、お尻の部分にですね荷物を置いて重しにする。そうするとですねこのお尻の部分も下がります。結構ですね風で飛びやすいんで、まあ、やっぱりですねペグダウンできるところは、まあ、できるだけこのようにですね、しっかり、ペグで、固定してですね使用した方が安心です。とにかくですね風に煽られやすいです、このテントは。よいしょ。はい、このような感じでしっかりペグダウンすれば風にも飛ばされません。ガイロープはこのような感じで、すでにですね、取り付けてある状態。まあ5本ですね。まあこちらベンチレーターと平行についてる状態ですね。まあフルクローズはできない。ね、ここはもう常にメッシュ状態なんで。で、畳むときは必ずですね、こちら、開けとかないといけないんですね。で生地は、まあ、こちら、まあ、おそらく、まあ、75か68ぐらいの厚さ、ね、デニールでダブルウォールになってます。で裏はですねシルバーコーティングとかないです。こちらはノーマルで、縫製もシーム処理も綺麗ですね。でボトムは、全て共通なんですけど、まあ、こちらはですねポリエチレン PE っていうですね表示になってます。中はですね、こういう感じで、奥に、ランタン服と閉じられないですね、メッシュですね。で、小物入れは上についてます。これ珍しいんですよね。初めてこれ、
譲っていただいた時にびっくりしました。上にあるっていうのがですね、多分結構初期のタイプのテントなので、こういう、作りなんじゃないかなって気がしますね。ダブルウォールなんで結露に強いですね。上からボタボタ落ちてきにくいというですね。でこういう感じで、インナー外すことも可能ですので、シェルターとしても使えるというですね。で出入り口を、閉じた状態だと上がやっぱり閉じられないんで、冬場はですねちょっと寒いかなって感じはします。アウターのですねファスナーは2ついてます。ダブルスライダーですね。なので例えばこちらを上で閉めればですね、こういう感じで上だけ開けて換気ができるというね、外の様子も確認できる、このね平行に開けられるんで、この点はですねケシャのテントの特徴でもあります。そしてこの日差しのおかげで中に雨が降り込みにくくなるというですね、こういう風にちょっとだけ開ければ換気ができます。でケシャのテントはですね、中にはこう後ろが開くタイプもあるんですけど、こちらのテントはですね後部はベンチレーター化できません。その点ちょっとですね、差別化されてるかなって感じはしますね、他のケシャのテントとはですね。一回こちらのテントでキャンプしたんですけど、狭そうに見えてですね意外にちょうど良かったです。で寒かったんですけど、10度くらいかなだったんですけど、全く問題なく使いましたね。でケシャのテントは特にですね耐水性があります。土砂降りでも耐えてくれるですね耐水性があるんで非常に安心です。アマゾンで売られている、某メーカーですね、あえて言いませんけど、そちらのテントは結構雨漏りしたというレビューが多いですけど、ケシャのテントに限ってはですね、結露はするものの雨漏りはしたことないです、一回も。でもう一つですねこのテントの弱点があります。それは突風ですね。突風が吹くと、このぐらいのですね今風速多分 1,2 メートルぐらいだと思うんですけど、この風でも全く問題ないんですけど、本当に10メートル近くなってくるとこういうふうにですねこうなります。こういう感じでテントがですね変形する、元にはちゃんと戻るんですよ、こんな感じで。ですので突風が吹いてるときは注意が必要ですね。変形しますんで、今の時期春一番とか吹いたときは特にですね風が強いんで、注意が必要です。ベンチレーターとかも、特に大きなものはついてないですし、非常にシンプルなんですけど、収納サイズがコンパクトなんで持ち運びしやすいというメリットはあります。で背中にも背負えますしね。こちらのテントですねちょっと夏使用するのは暑いです。ですので季節で言ったら、春とか秋とか、涼しいですね、日、冬はですね、性能のいいマット、寝袋使えば寝られます。ちょっときついのは夏かなっていうぐらいですね。で使用人数はもう1人です、荷物入れたら1人、2人はちょっと厳しいかなって感じはしますね。次はこちらのケシャ2セコンドですね、2XL のフレッシュ&ブラックを設営したいと思います。こちらも設営の仕方は一緒です。で説明書もついてますし、こちらですねペグですね、8本。
ちらは先ほどのテントに比べて一回り大きいですね。はい、設営完了しました、まあ、先のテントとは、まあ、カラーリングが全然違います。まあ、こんな感じですね。まあ、ベンチレーターはこちらについてます。まあ、これこあの開閉できないですね。使い棒とかないんで、まあ、開いたまま。そしてこのテントの最大の特徴はこのフレッシュ&ブラックシステムですね。シルバーコーティングでインナーが真っ黒っていうですね、これで遮光性を上げてます。まあ、夏場キャンプしてもかなり涼しいですね。全然違います。で、あとですね、こちらにもベンチレーターがありますね。こちらも閉じられないタイプ、もう常に下からこうですね、換気してる状態ですね。常時換気してる状態です。で、生地は、まあ、先ほどの、まあ、テントと、まあ、ほぼ変わらないんですけど、まあ、シルバーコーティングしてあるのでかなりですね、しっかりした感じですね。で、シーム処理も縫製も綺麗ですし、まあ、あとですね、まあ、やっぱ作りがいいですね。ケシアは本当に丁寧に作られている感じがします。で、こちらもダブルウォールになりますね。で、このテントのもう一つの特徴がこの全室です、はい。まあ、荷物を置いたり、このテーブルを置いて調理をしたりできます、はい。で、閉じてもですね、閉じたとしてもこちらの全室に荷物を置いてもう濡れないというですね、そういう特徴がありますね。で、ベンチレーターですね、まあ、前と後ろ先ほど紹介したんですけど、実はですね、他にもあります。それがまあ、こちらですね。まあ、このバンド、先ほどのテントにはついてなかったんですけど、こちらをですね、ペグダウン、まずします。まずこの赤いバンドをペグダウンしますね。そしてこの赤い本体のフックを外して、こちらをここにかければ、なんとこのようにベンチレーターが出来上がるというですね、こういう特徴があります、まあ、こんな感じですね。本当に面白い、ケシアらしいですね、作りです。本当に素晴らしい。サイドベンチレーターはこのように巻き上げて固定できるのも特徴の一つですね。で、もう一つのベンチレーターはこの後部ですね。ゴムバンドをまずこう外します。こう別々になってるんですね。インナーの部分とアウター部分のバンドはこれ外して、で、まず中に入りますね。中に入ってこのファスナーを開けます。そしてこちら中にあるバックルを外して、ちょっと跳ね上がりましたけど、このままですね、この赤いバンドを引っ張れば、なんとベンチレーターが作れるというですね。で、コードストッパーですね、これをまあこういう感じで引き上げれば、開けた状態で固定ができるというですね、これがちょっと邪魔なら結んどけばいいし、はい、問題ないです。こういうですね、独特なケシアのベンチレーターシステムっていうのがあるんで、これはですね、本当ありがたいです。あと先ほどのテントになかったですね、サイド、両サイドのベンチレーター、インナーについてます。メッシュにもなるし、フルオープンにもなるというですね。まあ、外のベンチレーターと平行についてます。この点もありがたいですね。まあ、インナーはですね、まあ、こちらの部分がやっぱりフルクローズできないんで、冬は寒いですけど、冬使ったことあるんですよ。
まあ、地面からの冷気を遮断できるマットと性能のいい寝袋を使えば冬でも使えます、寝れます。これはもう実践したんで間違いないですね。冬でも使える、夏でも使える。その代わりですね、あのフルクローズすると真っ暗になるんですよ、中が。このフレッシュ&ブラックシステムはですね、ですので、まあ、あの朝になってもですね気づきにくいというですね、寝坊する可能性があるので、その点は注意です。でこちらにランタン服があって、小物入れはこちらは下にありますね、ポケット4つね。でこの幅広い全室ですね、本当に素晴らしい機能です。で出入り口はですね、閉めるとこちらもやっぱり、まあ、ダブルスライダーなんですけど、こう上がメッシュですね、閉じられないですね。でアウター側の、まあ、ファスナーも、まあ、向こうのテントと同じようにこう閉じて、ダブルスライダーになってるんで上から開けられます。ですのでこちらもですね上から換気できるんで、その点もありがたいかなって気がしますね。でこちらもインナー吊り下げ式なんで、まあ、外せばシェルターとしても使用できます。とにかくですね、やっぱりケシアはいい仕事してますよね。ファスナーもめっちゃ動きがいいし。でこちらも先ほどのテントと同じように、まあ、耐水性は全く問題ない。一度も雨漏りしたことないですし、結露してもインナーの中にボタボタ落ちることもほぼないです。やはり風には弱いです、まあ、あっちと一緒ですね、こう変形するのも同じです。なんでトップが吹いてるときは注意が必要ですね。まあ季節で言ったら本当に夏場におすすめ、遮光性の高さがですね。まあ使用人数で言ったら、まあ、2人寝られる感じです、はい。次も同じくケシュアです。こちらは2セコンドですね、 3XL のエア。実はこのタイプがですね、もうすでに今売ってません、はい。ですので、一応ケシュアのデカトロンさんにはですね、また作ってくださいとお願いはしました。あ、いいテントですからね。まあ、こちらもですね、一緒ですね、はい。こんな感じで亀仙人スタイルができます。で説明書もありますね。これは10本ありますね。まあ、こちら見て分かる通り、この中でも一番大きいですね。はい、設営完了しました。このテントですね、この2つのテントとはまた全然種類が違います。まあ、形状見て分かると思うんですけど、まあ、このですね、ベンチレーターですね、まあ、エアーっていう名前が付いてるだけあって、非常に風通しがいいです、はい。換気性重視ですね。まあ、ベンチレーターは、フレッシュ&ブラックと同じですね、閉じられないですね、使い分もありません。で若干形状が違います、向こうとこっちとですね、ベンチレーター。そして、こちらのですね、
サイドのベンチレーターと、後部のベンチレーターは全く一緒です。こちらも同じようにね、跳ね上げ、後ろも上げられます。でとにかくですね、前室が広いです。こちらのテントと比べても一回り大きいんで、その分前室も大きくなるんで、まあ、キャンプする際は、まあ、このテーブルを置いたり、ちょっとしたですね、小物も置けるぐらい広いですね。一人で、使う分にはですね。で中も広くてですね、マットを横にして奥で寝られるというですね、そういう特徴があります。だいたいですね、今まで紹介したテントはこうですね、マットを敷く必要があるんですけど、あちらは横に敷けるんで、その点ですね、非常に使いやすくなりますね。で奥に、ランタン服があって、まあ、小物入れは 1,2,3,4 箇所ですね。で先ほどのテントの両サイドベンチレーターとは違って、もうメッシュの状態、常にですね、奥もメッシュの状態なんで、通気性は非常にいいです。でボトムはPE ですね、ポリエチレン。まあこのテントですね、一回キャンプで使って、外気温が12度かで使ったんですけど、全くですね、まあ、結露もなくですね、過ごせました。まあそれはやはり通気性の良さでしょうね。もう常に、まあここから、ベンチレーターから、湿気が逃げていくんですね。もう両サイド、奥から、湿気が逃げていくんで、結露がしにくいですね。で、この広々とした前室で、快適にですね、キャンプができる、まあ、このタイプですね、本当にまた、作ってほしいですね。まあ、インナーはですね、他のテントと同じで、閉めるとですね、上はメッシュ状態、フルクローズはできません。そして、まあ、アウター部分ですね、こちらも他のテントとですね、構造は全く同じですね。ダブルスライダーで、上から開けることができるんで、換気もしやすいです。ですんで、まあ、閉め切って中で例えば調理したとしても、まあ、閉め切ったとしてもですね、自然とここから、湿気が逃げていきますんで、結露しにくくなっています。この点はですね、本当に部屋の特徴と言っていいと思いますね。まあ、使える季節は、まあ、ちょっと夏は遮光性がないんで暑いですね、うん、で冬はですね、逆に寒いですんで、まあ、春とか秋ですねに使用する形になると思います。で3人用ですね、3人でも荷物含めて広々と使用することができるんで、それでもありがたいね。本当に生地もしっかりしてますし、まあ、シェルターとしてこれも使いますんで、まあ、使い勝手がいいテントなんじゃないかなって気がしますね。これ本当に再販してほしいテントです。最後にご紹介するのはこのギアトップのテントです。こちらはですね、収納口はダブルスライダーになってますね。こういう感じで開けて、でこっちはプレスアンドパック、こっちはですね、ケシャーと違って EG システムがないので、このバンドだけですね、これもちょっと取り外せる。ペグが袋でついてますね。で16本入ってます。このテントもとにかくでかい、この中で一番でかいですね。はい、設営完了しました。まあ、ギアトップのテントは
とにかくでかいです。またサイズ載せときます。でベンチレーターなんですけど、ちょっと変わっててですね、コンついてます。まあ、閉じることもできますし、こうやってつっかえ棒で固定することもできます。さらにですね、まあ、反対側もですね、同じ機能がついてますね。つっかえ棒がついて、こういうポップアップテントはないです、なかなか。そしてこれだけじゃなくて、こう巻き上げられるというですね、これ外してこう巻き上げます。こっち側ですね。このように巻き上げてしまえば、上からですね、夜星を見ながら寝られるというですね、素晴らしい機能がついてます。あとは両サイドにこのようにですね、大型窓がついてますので、こちらを開ければバンドで引っ張って、雨が降った状態でも換気できるように作りになってますね。ね、開いてこう開けて巻き上げてきます。はい、巻き上げてみました。あとこれだけじゃなくて、なんとですね、こちらのメッシュも開けられるというですね、驚きの機能がついてます。でこちらもダブルスライダーなんで、ちょっとだけ開けるとかですね、綺麗に、クローズで全開調整が可能ですね。ただこう止めることはできないです。こうですね、タセルはないです。でこれと同じですね、窓が反対側にもついてます。まあ両サイドついてるってことですね。あと出入り口は2箇所あります。こちらの出入り口、アウター部分ですね。こちらはですね、2つファスナーがついてて、こう閉じられます。こういう感じで綺麗にフルクローズはできますね。こうやってこうやって開ける、ちょっと変わった感じの作りのファスナーですね。で生地はですね、そんなに厚くないです。まあ、68デニールぐらいかな。でシルバーコーティングもないんで遮光性は低いですね。で内側にはこのように、フルクローズ閉じられるメッシュがあるんで、虫の入りもシャットアウトできるというですね、この点もありがたいテントです。本当に虫が入ってこないんですね。なのでアウター側に、フルクローズ、フルオープン、フルメッシュになるですね、ドアがついてます。はい、タセル2箇所で止めました。なんとですね、これ全室がついてます。これはですね、本当に変わったテントだなと思いますよね。全室がついてるね。でその奥にですね、メッシュドアがあります。これはフルクローズできないドアですね。ダブルスライダーで開けることができる、こういう感じで。なんでメッシュが二重についてるっていうことです。インナー側のメッシュね、でアウター側のメッシュ二重についてます。これも変わったテントだなと思うですね、一つの、機能ですね。はい、閉じてみました。まあ、タッセル2箇所ですね。で実はこのインナーですね、上から吊り下げてあるんですけど、こっちが外せないんですよ、逆にですね、なぜか。ですのでインナーは取れないです。はい、縫い付けられてるんでこんな感じで。何のため吊り下げてるのかってちょっと不思議ですけどね、この点は。はい、ちょっと入ってみましょう。とにかく広いです。はい、広々としてます。で先ほどですね、ご説明した星が見えるですね、こちらにもう空が見えています、青空が。そしてこの両サイドのベンチレーター、先ほどですねご紹介した、ベンチレーターなんですけど、なんとですね、こちらのインナー側も開けられるというですね、こういうテントはですねないです。もう本当に全然ない、これだけ、ね、なんでこのインナーの中から外のベンチレーターを、まあ、開閉することができるという特徴がありますね。変わってますよね。まあありがたい機能なんですけど、これは本当に。そしてこのようにタセルで固定もできます。まあ、小物入れは1、2、3、4ですね。
て、ランタン服は1箇所2箇所で、反対側も、同じですね。先ほどと同じドアと、まあ、こちらは後室前室、まあ、特にですね決まってないですけど、荷物が置けるスペースがあるというですね、こんなテントはなかなかないです。うん、でしっかりですねシーム処理もしてありますし、生地もしっかりしてます。すごい広いです。めっちゃ広い。まあこの中でもナンバーワンの広さですね。で、このテントのですね弱点なんですけど、まずですね雨が降った時にこの天井のですね、まあこのアウターなんですけど、これがビラ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 動くと、この隙間からですね雨水が入ってくるというですね、そういう弱点があります。あとはこちらのですねボトムね、地面が湿っているとじわーっと染みてきます。ですんでグランドシートを必ず敷いて、あとは雨が降る日はこの上にですねもう一枚タープ、を貼った方がいいですね、正直言って、はい。そしたらちょっと 星空とかも見えないんですけど、まあ星空というか雨が降った日はですね星はどの道見えないんで、雨が降る日は必ずタープを使用するですね。であとは遮光性がですね、高いタープを使えば夏場でも、使用できるというですね、残念ながら星は見えませんけど真夏でもですね、使うことはできます。でガイロープなんですけど、まあ、こちらに1箇所2箇所ですね、3、4、5、6、7、8、8箇所ついてます。かなりですね固定できますね、ぎっしりと。ただやっぱり風が吹くと、突風が吹くと、これもこのテントがこう変形するんで、まあ、他のテントと一緒かな。その点は一緒ですね。やっぱり突風に弱いのがこのテントの弱点ではあります。はい、あとですね残念ながらこのテントも売ってないんですよ。ですのでその点は残念かなと思います。ぜひともですねまた、再販してほしい、まあ、素晴らしいテントですね。このテントはですね、ギアトップさんよろしくお願いします。もしかしたらこの動画見て欲しい方がいらっしゃるかもしれないんで、ぜひともまた、再販をしてほしいですね。まあ、使用人数は、まあ、4人でも荷物入れて余裕で寝られますね。まあ、使える季節は、まあ、あのタープを使わなければ、まあ、春とか秋とかですね、タープを併用すればですね夏も使えますし、冬もですね、冬はちょっと寒いかな、タープを使えば夏も使えます。なので工夫すればですね春夏秋と使えますね。はい、いかがだったでしょうか。テントちょっとずつ大きくなっていってます。こういう感じですね。まあギリギリこのサイズだと原付でも亀仙人スタイルできます。この1、2、3針ですね、奥は無理です。はい、でかすぎて。ですのでまあコンパクト性を重視するなら、まあもちろんこちらですね、一人で使用する場合ですね。ただちょっとですね夏場は暑いかなって気がします。遮光性が高いタープ使っても後ろが開けられませんので、両サイドもですねちょっと暑い。なので、まあ、あの季節は限定されます。まあ、ただコンパクトになるので非常に携帯性があって使いやすいですね。まあ、こちらなら亀仙人スタイル、まあ、徒歩でも行けるんじゃないかなという気がします。であとこちらは本当に、まあ、ソロでもちょうどいいサイズですね。まあ、2人なら、寝るだけみたいな感じなんですけど、こちらもですねフレッシュ&ブラックで使いやすい、夏場最高ですね。でこちらも通気性がいいんで、遮光性が高いタープを使えばもう夏場も安心ですね。使いやすい。で原付でも持っていける。まあ、こちらはですねあくまでも車移動になります。はい、
まあいろいろ紹介してきましたけど、まあ買えるのは奥の2つだけですね、種類。まあ似たような感じね。まあ確実に買えるのはこのフレッシュ&ブラックだけですけどね。もしですね、気になってらっしゃる方、まあ、欲しい方はですね、参考にされて、もし手に入るようになったらですね、この、今手に入らないテントもぜひとも購入されてください。やはりですね、こう完全自立型なんで荷物を置けばペグダウンしなくて使えるのが非常に私好みのテントたちですね。弊社のテントは EG システムがついてますんで非常に、撤収しやすいです。畳みやすい。まずドアをですね、アウター側、インナー側をですね固定します。そして奥にあるですね、赤のバンドとバックルを引っ張ります。こちらのバンドを引っ張りながらこういう感じでね、そしてこちらのバックルですねを、バックルをですねこういう感じで1箇所2箇所赤のバンドを固定します。こういう感じですね。で次は反対側、この黄色のバックルですね、こちらに2個ついてますんでそれぞれバックルで固定します。1箇所ですね、1箇所2箇所ね。そしたらある程度筒状になった、ある程度円形状のこの状態になりますね。でこの赤のバンドを上にしてでぐるっと引っ張りながら8の字にします。8の字にして膝で押さえて、膝で押さえながら曲げるんですね。こういう感じで、ね、でこちらの黄色のバンドを引っ張り出して、ね、固定しますね。回してですね、固定した後はですね、黄色のバンド、ね、コンプレッションできるバンドになってるんで引っ張って、ね、ちっちゃくします。入れる場合はこの楕円形になった状態ですね、まあ、上からこうかぶせて、でひっくり返してこういう感じでちょっと押さえながらですね、押さえながらファスナーを締めていきます。押さえて押さえながらですね、押さえるとファスナーも締めやすくなるんで、ちょっとですね押さえていきながら、で最後にこちらの黒のバンドをグッと締めれば終了です。それぞれのテントが購入できる URL は概要欄に貼っておきますので、もしですね、欲しい方、まあ、購入できるテント、ちょっと限られてきますけど、そちらから、手に入れてください。それではテントのご質問お待ちしてます。このテントアドバイザーが市民になってお答えいたします。各種 SNS もやってます。無言フォロー大歓迎です。オン
ンラインサロンもやってます。毎週金曜日ですね、金曜テッドライブやってますんで気軽に参加されてください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。